皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の理科、生物と地球環境、2時間目の内容です。この単元は今回を含めて3回分の学習を行います。皆さんは6年生の理科で生物が水や空気、酸素や二酸化炭素、そして食べ物とどのような関係があるかについて学習してきました。今回は今まで学習してきたことを生かして生物と地球環境という大きなテーマで学習していきましょう。この授業ではワークシートをダウンロードして使ってください。ワークシートは1、2の2枚あります。今回の問題は、生物と水、空気、他の生物との関わりを考えてみようです。ワークシート1に問題を書きましょう。次に食物連鎖による生物同士の関わりについて考えます。生物同士の食べる食べられるの関係を矢印で表しましょう。食べられる生物から食べる生物に向かって矢印を書き込みます。例えばコサギはオオタカに食べられてしまうので、コサギからオオタカに矢印を書きます。わからない人は教科書の76ページから79ページを参考にしながら考えてみましょう。結果はどのようになったでしょうか。食べる食べられるの関係はこのようになりますね。次に地球上の空気と生物との関わりについて考えます。酸素と二酸化炭素の出入りを矢印で表しましょう。わからない人は教科書の21ページ、42ページや80から82ページを参考にしながら考えてみましょう。結果はどのようになったでしょうか。空気の出入りはこのようになりましたね。次にワークシート2を用意してください。では問題に取り組みましょう。地球上の水は姿を変えながら生物とどのように関わっているのだろうか。そこには町や自然、皆さんが生活する家の中の様子が書かれていますね。図の中に水が流れる向きに矢印を書きましょう。できればその矢印を書いた理由を付箋などに書き、近くに貼りましょう。できましたか？結果はこのようになりましたね。特に注目してほしいところをいくつか説明します。家や工場から流れ出た水は川を通って海へ行きます。海などにある水は太陽の光で温められて水蒸気となり、その後、雲になります。雲の水は雨や雪となって、また地上に降ってきます。
ではワークシートに書いた矢印とその理由を見て考えたことを記入しましょう。文が途中まで書いてあるので続きを書きましょう。生物が取り入れたり使ったりした水は川や海へ流れ蒸発して雲になります。その雲から雨や雪になって水はまた地上に戻ってくるのです。では今日の学習のまとめです。生物は水、空気、食べ物を通して互いに関わり合って生きています。私たち人もその関わり合いの中で生き生活しているのです。ワークシート1にまとめましょう。それでは今回はここまでです。これで茨城オンラインスタディ小学校6年生の理科生物と地球環境の2時間目の授業を終わりにします。